第1種電気工事士筆記試験問題解説のですね、令和5年の午前の問い6です。図のような三相三線式配電線路で、自電端電圧が、6700V、これ負荷 の加わる電圧ですね。で、負荷電流が 20A。深夜で、低負荷のため力率が 0.9、進みですね、力率の時ですね、配電線路の送電端の線管電圧はいくらかと、ただし配電線路の抵抗は1線あたり 0.8 オーム、リアクタンスは1オームであるとすると、なおコサイン 0.9 の時サインシータは 0.436 であると、適切な近似値を用いるものとすると、こういう問題であります。はい、まず回答の指針としましてはね、進み力率の場合ですね、リアクタンスはですね、電圧を上昇させるんですね、ドロップさせたくじゃないです、そうしますと深夜にですね、自然電圧が上がるということで、ちょっと恐ろしいことになるということになります。電圧効果はですね、ドロップを V の D ボルトとしますとね、酸素の場合ですね、ルート3倍の I かっこ R コサインシータ電圧上昇になります。これね、したがって電圧効果を出した場合はこうマイナスのせなあかんですね。ここね、X サインシータとこうなりましてね、これは 1.73×20 かっこ 0.8×0.9 マイナスの 1.0×0.436 かっこ閉じるということになりまして、これ約ですね 10V になります。したがって、線管電圧ですね、10V のこれ、上昇と、こういうことになりまして、6710V とね、こういうことになって、ロになります。